プレゼンブレイクのさシーズン5のオチ言っていいよ。マイケル・スコフィールドのあのオチ言っていい。言いたくてしょうがない。みんなに言いたいんだよ。ゲーム禁止中です。かわいそうに。でも大事な時期なんじゃないの。でもさあの一つ言いたいんだけどさ、なんか勉強しなさいしなさいっつってゲーム取り上げるじゃん、取り上げるじゃん。で結局勉強してなかったらさ意味なくね。時間の無駄だと思うんだけど。僕ちなみに親に勉強しなさいって一度も言われたことない。だからこうなっちゃった。だからこうなっちゃった。ああ！ワッツ。だからこうなっちゃったよ。みんな勉強しないと、勉強しないと大変なことになるよ。うん、ある程度勉強してないと。勉強してても大変なことになる社会なのに、勉強してないと僕みたいになっちゃうから気をつけて。でもコミュニケーション能力は必要ですからね、皆さんね。おじいさんおばあさんと喋ることは大切ですから。緊張してもいいけど、僕なんてもう本当にもう緊張もうしちゃうんだよな。人前で喋るとかもう緊張しちゃうし、あのね、人がねもうね5人以上いるともう固まる。知らない人がカチンって。ゲームでプロになればいい。いやーゲームのプロゲーマーもだって今プロゲーマーだけで食べれてる人っていないからね。実質ほとんどいないよ。何やってんのこの人。何してんの。え、うおー、びっくりした。あかん。いやーマジか。やだ。何やってんの。まずい。いや5秒待てないなこれ。あぶねえ、マジ死んじゃうよ。あぶねえ。プレゼンブレイクのさ、シーズン5のオチ言ってよ、俺。マイケル・スコフィールドのあのオチ言っていい。言いたくてしょうがない。俺、親に言ったら、ダメ見たいからって言われて言えなかったからさ。みんなに言いたいんだけど。言われたくない、聞きたくない、危ないっていう人は、ちょっと30秒ぐらい待ってほしいんですけど、今から言いますんで、オチを言われたくない人は、今、逃げてください。シーズン4で、マイケルが死んで、ちゃんちゃんだったんですよ。マイケルの墓みたいな。マイケル・スコフィールドの墓行って、マイケルが死んじゃったみたいな。子供ができて死んじゃった、どんまいみたいな感じなんですけど、シーズン5で生きてるんですよ。で、それで、なんかどこにいるかって言ったら刑務所にいるんですよね、また。でね、そのいるんですよ、黒幕が一人。その黒幕がいるんですけども、ポセイドンっていうのがいいんだけど、そのポセイドンってやつがマイケルを、マイケル・スコフィールじゃなくて、なんかもうなんかそのシリアがなんかのなんかテロリストみたいな形にして、もうその刑務所から出させないみたいな。どうしちゃったんだマイケルみたいな。それでなんか兄貴のなんかよくわかんないごっつい兄貴とマイケルがティーバッグが助けに行くんですけど、あとなんか
前回一緒に逃げた囚人たちがね、でその助けることによって黒幕も探すってなるんだけど、なんとね、黒幕はね、マイケルの奥さんの新しい旦那さんのなんかよくわかんない夫がね、犯人なんですよ実は。うん、なんか一緒にいたいみたいな、マイケルが邪魔になったとか言って、ポセイドンっていうのは奥さんサラの新しい旦那さんのジェイクがポセイドンです。なんだっけ、なんとかセキュリティのなんか殺し屋いるじゃないですか、あのなんかなんか結構ふっくらしてるというか、なんだっけ、あのなんとかセキュリティの人がいるんだけど、その人ね殺される、サラの新しい旦那さんがポセイドン、黒幕。あれ裏取れるな、バレてっかな。アバナゲナブラ、ボルデモート、ボルデモート教、やばすぎ、やばたりえ、ありがとうございます。あー目の前にいるな、オーマイグマス、クロミさんかこれ。あぶねえ、あら木の後ろに隠れちゃったのかな、えい、あー全然違った、いやバレただけだこれ、うわうまいな避けんの、あら嫌だ、いやグレポン嫌いなんだよな俺、なんか入ったんだけど気持ちが悪いよ、はい、じゃあいます、オーマイグッドネス、 GG、 オーマイグッドネス、オーマイグッドネス、どれだどれだ、いや浅田真央、どうも浅田真央です、今回は浅田真央、あーでもアンチが飛んじゃダメ、あぶない、あぶだらしゃハーマニー、あら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 、お、なった、あぶない、あぶない、はい、じゃいます、いやどこにいんだろう、全く、あ、いた、浅田真央使えないからな、いやスナイパーだ、いや決まったと思った、あらアンチで死んじゃうよ、オーマイゴネス、ジジイ証言さん、皆さんチャンネル登録よろしくね、オーマイゴネス。